こんにちは。こんにちは。はい、本日2回目のゲストになります、日本共産党松崎誠さんです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。あ、お客様からも拍手がいただいて1回目は衆議院選、はい、昨年のそうですね、ですね、はい、あの後でまだお会いしてなかったんですけど、そうですね、ちょっとだいぶ間が空きましたけどその衆院選を振り返って、どのような戦いだったかっていうところと、その、まあ、落選をしてしまって、その後とちょっと感想も含めて、伺えると。あ、そうですね、まあ、あの時は、市民と野党の共闘で、政権を変えていきましょうというふうに訴えさせていただきましたね。まあ、本当にあの、暮らしは国民の暮らしは厳しくなる一方の中で、まあ、戦争する国づくりに向かってこう進んでいくというそういう中でやっぱり、政治を変えていくには、市民と野党が共闘して変えていくしかないということで大いに、まあ、私は、あの鹿児島2区の候補者でしたが、回って、訴えていきました。まあ、残念ながら当選には至らなかったんですけども、多くの皆さんからご支援いただいて、やっぱり議員のバッジはなくてもこの皆さんから寄せられたたくさんの声をやはり国政に届けていく、そういう政治を変えていくっていうか、そういう仕事を引き続き頑張っていこうと思っていたところです。お飲み物が参りましたので、はい、ありがとうございます。ぜひお飲み物を、はい、今日来ていらっしゃってるのはシエルちゃんって言って、鶴丸高校3年生で、くしきののフルーツを使ったお茶を作っているお母様なんですけど、そのご褒美ティーというですね、おすすめのお茶ですので、なんかすごいですね。もうちょっと味が出たらですね、はい、ぜひ、ました、はい、お飲みください。で、バッジがなくてもという話だったんですけど、落ちたということは、今は露骨な言い方するとなんか無職みたいな感じになってるんですか？私はあの共産党の鹿児島県議会というところで、あの副委員長という仕事をしてまして、またあの日本共産党の中央委員会という、そこの中央委員でもありますので、日頃はあの鹿児島市内の政子本町に事務所があるんですけども、そこに、毎日出勤し、そのいろんな部分の役割の部分を担ってあの仕事をして、それこそ鹿児島の政治を変えていく、日本の政治を変えていく、まあ、そのためにいかに国民県民の声を県政国政に届けていくか、でいろんな、周りのさまざまな運動をしている皆さんと力を合わせてそれを実現するために日々、あの活動をしているところです。なるほどですね。では、まあ、衆院選を落選した後も、まあ、日本共産党鹿児島県支部県委員会の役回りとしてお仕事をされていたと、はいはい、そうですね。で、今回、2回目の出演をいただいた理由としましては、7月10日投開票の、鹿児島県議補欠選挙っていうのが、まあ、参院選に柳聖子さんが出馬したことに伴って、辞職欠員が出てのですね、補選が出たと。ということは前もってこう県議選をチャレンジしようって計画的にされてたわけでは、はい、ないですね。ないですよね。はい、どういった経緯でこう出馬をしようかと考えられたんですか？はい、私は2019年の前回の県議選まで4期16年間県議を務めてきましたが、その3年前の選挙で後任平幸雄さんに交代して、私は県議は引退するというふうにしたんですね。で、当時三田園知事時代で、そもそも三田園知事が初めて出る選挙の時には、あの脱原発知事誕生ということで、もう全国的にも大変あの話題になって、期待が寄せられた、そういう選挙でしたし、そういう知事が誕生しました。平幸雄さんと三田園党の知事と選挙に出るときに約束をして、一本化して平幸雄さん知事選に出馬を予定していたけれども、それを
降りるぞという形で選挙だったんですが、残念ながら、三田園さんは私は当時、県議でしたが、まあ、あの県民との約束では脱原発という方向で頑張るってことだったのに、どん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 、まあ、自民党の方にすり寄っていってっていうか、うん、あの約束公約を守らない守れない、うん、そういう知事になっていってしまったので、その約束をした平幸雄さん当人が県議となって議場で知事に、私との約束はどうする するのかと、うん、そういうふうに迫る役割を果たしてもらおうということで、私は前回の選挙で平さんと交代したんですね、うんうん、で私はその後国政選挙にチャレンジしたというそういう経過があります、うん、で今回、まあ先ほどお話があったような経過で、県議の補欠選挙が回ることになったんですね。で、まあ、私はその引退した立場でしたが、今の世界の情勢、それこそロシアがウクライナを侵略する、痛ましい惨状がこう連日報道されている中で、まあ、ロシアに対する怒りの思いっても強く強くあるわけですが、合わせて、まあ、この機にっていうか、まあ、憲法9条役に立たないとか、もっと日本も軍備を増強すべきだとか、核を共有すべきだとか、こういう議論が国会で行われていることに、まあ、本当にこう危機感を持ったんですね。特に鹿児島は奄美大島にはミサイル部隊が配備されてますし、馬毛島にこの米軍の空母の艦載機の、訓練場を作ろうと政府はしてますし、鹿屋の自衛隊基地には、米軍の無人偵察機が配備されようとしている。でそうなった時にアメリカと中国の、まあ、今激しいこう覇権争いがあってますが、それにこう巻き込まれる形で日本が、そしてその鹿児島がそうなった時にこう出撃基地となる、またそうなると反撃を受ける、攻撃の的になる、まあ、そういう事態になるかもしれないっていう時に、まあ、私は今回の補欠選挙、まあ、黙って見てるわけにはいかないと、そういう思いを強くしました、なので定数2に、まあ、チャレンジして、平幸雄さんと私と複数議席、まあ、鹿児島では複数議席は一度も、実現したことないんですけども、まあ、チャレンジしてやっぱり平和と県民の暮らしを守るためにもう一度頑張らなくっちゃと、気張らんならと思って、うんうん、はい、出ることを決意した次第です。なるほどですね。これは、補選なので、日本共産党を支持している方っていうのはもう松崎さん一択で投はい、投票できると、こういうことでいうと複数議席狙うチャンスとしては、はい、結構千載一遇のチャンスっていうところですね。そうですね。本選で2人出て票が分かれるっていう状態とは違うっていうことですね、うんうん、なるほど。まあ先ほど県議に出られる理由の中でやはり井の一にこう憲法9条っていうことだったんですけど、今どちらかというとさっきの衆院選の時も憲法9条とか平和のことはおっしゃってましたけど、その衆院選の後でもう実際に戦争が世界で本当に起こっちゃったと、うん、いうことで世の中の流れとしてはやっぱりちょっと平和憲法も美しいんだけど現実問題敵地攻撃能力ないっていうのはちょっとお花畑かなとかっていう論調が強くなってきてると思います。松崎さんとしてはウクライナ戦争前と戦争後で気持ちは変わらないのか、変化の具合っていうのは、うんうん、まさかこの時代に本当に目の前で戦争が起こるなんて考えてもみませんでした。で、まあ、70何年前の戦時中はもちろん私は生まれてませんし、そういう中でやっぱり平和を守っていくのは当然だし平和で当たり前というふうに思っていたんですね。でも目の前で戦争が起こる様子を見て、やっぱり平和っていうのは
黙ってただ願っていただけでは作れないんだと、やはり努力をしないといけないんだというふうに思いました。で、憲法9条、先ほどお花畑って話もありましたが、まあ、理想だけだと現実には役に立たないんだっていうふうに言われる方たちが、出てきて、そういう中でやっぱり77年間日本はそれこそ戦争によってただ一人の外国人の命も奪わず、自衛隊の命も失われずに平和に歩んでこれたんですね。で、この間自衛隊はイラクだとかアフガンだとか派遣されましたけど、憲法9条があるから、もともと軍隊を持たない、二度と戦争しないというこの9条があったから、戦地に行っても武器は持たずに後方支援ということで井戸を掘ったりとか住民の暮らしを守ったりとか、そういう役割を担って戦闘に直接加わることはなかったんですね。今この9条を変えようという、あれだけ災害の時には救助で頑張っている自衛隊を憲法に書かないで、憲法違反というのはかわいそうだというふうに言う方がいますけども、書いてしまったらまさしく軍隊になってしまって、もう戦場に行って武器を持って殺し殺されることになってしまう、まあ、そういう意味では私はあのロシアのウクライナ侵略の状況を見て、まあ、ますます平和は尊いものだと、そして憲法9条はやっぱり私たちの手で守っていかないといけないし、力対力、軍事対軍事では解決にはならないということがはっきり分かりましたので、多くの皆さんに今は軍備の増強、そこにお金と力とつぎ込む時ではなくて、そこまで至らない、戦争に至らない、揉め事を作らないための外交努力を、そこに政府が力を入れるように皆さん声を上げていきましょうというふうに呼びかけたいなと思います。なるほどですね。岸田政権になって憲法9条っていうのは守られるかどうかっていうのは、あの安倍さんだ菅さんだっていう時よりも前進してるのか、うん、はい、それこそちょうど昨日不信任決議否決でしたっけ、うんうんうん、そうですね、まあ、安倍さんは、まあ、いかにもやるぞやるぞというふうに、まあ、危険性をこう漂わせながらいましたけど、まあ、岸田さんは 見かけはとても、まあ、穏やかで、まあ、にこやかにしながら、いながら、やることは本当恐ろしいことをやる人だというふうに感じています。で、自分を総理にしてくれたやっぱり安倍さんという存在、まあ、安倍さんの政治をそのまま引き継いで、憲法もうこの9条を変えるというのを、改憲というのを自分の任期の間にやるというふうに岸田さんは言ってますし、今まで敵基地攻撃能力の保有については今までの歴代の総理大臣では具体的にそこまで踏み込んで検討するって、ね、言ってこなかったのを踏み込んでやるって言ってますし、そういう意味ではこのウクライナの危機に乗じてっていうか、この機にそういう憲法を変えて軍備を増強して、日米の軍事同盟強化してというふうな勢力が、まあ、力を持って国民の不安な気持ちもこう駆り立てながらというか、力をもっとつけていかなければみたいな形でね、進めようとしている、本当にこう恐ろしい危機感を感じます、うん、なるほど。ということは、まあ、安倍さんはなんかやりそうな雰囲気があったけど岸田さんはやりそうじゃないのに進んでいってると、はい、もうちょっと危険性が増してるのかなっていう感じですかね、はい、す平和だ憲法9条だっていうのは衆院選の時も言われておりました。ただ、まあ、県議というので今戦うにあたって訴えたいのは、自衛隊っていうのが鹿屋にあるでしょうとか、鹿児島県の離島の方にもあるでしょうと、でそれを止めたいと、県議としてそういうお仕事をしたいというところですかね。そうですね、やっぱり
鹿児島県が、まあ、沖縄に次いでっていうか、うん、今あの世界的な情勢は先ほど中国とアメリカの覇権争いって言いましたけども、こう台湾有事を想定する形でいろんな準備がこうアメリカ側も中国側も進めている、そういう中でまさしく沖縄からこの鹿児島奄美大島鹿児島本土に向けては第一列島線って言われて、やっぱりそこにミサイル部隊をずっと配備していくという準備が、日米の中でこうされていて、やはりそうなったら本当に鹿児島が戦場になってしまう。あのバイデン大統領は、記者会見の中で台湾に有事が起きたら軍事的な介入をするっていうふうに言ってるわけですね、言ったわけですね。そうなると日本は集団的自衛権の行使も容認するという閣議決定を安倍さんの時代にやってますし、2015年に安保法制も強行したので、本当にあの自分の日本が攻撃を受けていなくてもアメリカがどっかと戦争しようだとか、狙われたとかそういうことで自衛隊も一緒になって戦闘に加わる、そういう仕組みがもう作られてしまってますから、そういう意味では本当にこの鹿児島があのウクライナのように空爆に怯えたり、逃げ惑ったりとか、そういう、こう危険性が現実のものになりつつある。ですから私はやっぱり鹿児島はそれに対して無人機の配備もノーと、かのやあの馬毛島への基地建設もノーと、そういうふうに言える県議会、言える県政を作るために頑張りたいと思ってますね。うんうん、ですね。今中国が台湾に台湾有事というものがあるかもしれないっていうのは、危険性としては戦争リスクとしては高まってるのは高まってるかなという気はすると、はい、そうですね、うん、なるほどですね。ね、うん、あのそういう紛争を戦争に至らないようにするためにっていうことで、あの東南アジアでは東南アジア諸国連合 ASEAN が努力をして、あの東南アジアは本当に過去には分断と対立の地域だったんですけども、今、そこに加盟しているのは10カ国ですけども、そこが、1年間に1000回超えて会議をやりながら、いろんな紛争を絶対戦争にしないための、共同の取り組みでやってるんですね。でそこでは、その中に日本も中国も韓国も入った形でのサミットっていうの、東アジアサミットっていうのを作って ASEAN の活動の中でそれやってるんですね。ですからその活動を一緒に ASEAN と一緒に取り組んでいって、そのいろんな紛争とか思い事があっても話し合いで解決する、それを進めていく。やれ北朝鮮からミサイルが飛んでくる、中国が尖閣にまたあの船を出してきたとかいう、そういう脅威と思われることがあるとすれば、それを話し合いで解決する枠組みっていうのを作っていく努力をする、そのことの方が軍備を増強するのではなくてですね、本当に平和なこの東アジアを作っていけることになるというふうに思います。なるほどですね。本日カフェの方にあのインタビューに来ていただけると、こういうのは何か南に港大通公園の方でちょっとイベントがあられる、はい、うん、はい、ありましたね。あ、もうあったんですか。あ、はい、午前中に。何があったんですか。原子水爆禁止の核兵器を世界からなくしていこうという運動が日本であって、特に被爆国日本ではあの長崎と広島のあの惨禍を二度と繰り返さないということで、夏に8月6日に広島で世界原水爆禁止世界大会というのがあります。で8月9日には長崎で同じく原水爆禁止世界大会というのが開かれて、そこに向かって核兵器をなくそうという世論を作っていこうということで毎年平和行進というのをやってるんですね。あの沖縄から広島まで、例えば北海道から広島まで、全国でみんなその広島と長崎に向かって、歩いて
平和を訴えるという取り組みを毎年この時期やってるんですけども、今日は沖縄からそのリレーが引き継がれて、鹿児島の県本土、奄美はこの前の日曜日やったんですが、今日から鹿児島県土内を歩く、そして23日にはそれを今度は泉から熊本に引き継ぐという、そういう平和行進のスタートの日だったので、そこで出発し集会がありました。で、市役所前にみんなスタンディングをして、プラカード持ったりとかして訴えて、まあ、声は出さずに、訴えてスタンディングの行動してきました。何名ぐらい集まられたんですか？どのくらいでしょうね、100名ぐらいいたんじゃないですか。ずらーっと並んでやりましたから、はい。その時に県議選出ますのでとかっていう話もしながらそれとはもうまた別なんですか？選挙の話をせずに、そうですね、私は挨拶もしたんですが、入居さんとの鹿児島県議会から挨拶しましたが、やっぱり力対力、軍事対軍事、核対核では平和は作れないと、世界中から核兵器をなくしていきましょうと。そのためにも今戦争か平和かが問われる今度参議院選挙があるので、やはり憲法を守る、憲法を変えていくとか、核を共有するとか、軍備を増強するとか、そういうことを許さない政治を今度の参議院選挙で作っていきましょうと、訴えましたね。なるほどですね、はい。またちょっと意地悪に聞こえるかもしれないんですが私衆院選の時が初めてこう政治家インタビューをスタートした時 で、うん、でそれから参院選だ、県議の方だとか県議補選の方とか、結構ですね、政治家の方とお話しするようになって、ちょっと分かったのはというか、選挙に出るというのも一つの意思表示であって、通るとは思ってないけど立候補しますよと、こういう方って結構いらっしゃいますよね、あんまりないですか？やっぱり難しい、正直難しい戦いだと分かりながら立候補すると、で、まあ、ちょっとまた語弊があるんですけど、山口さん前回の選、参議院選挙でご紹介いただいて、出演いただいたんです、その時も、正直当選は難しいと思うと、こういうようなことで、でもこう柳木さんと野党共闘の話し合いも水面下で進めてるんですと、こういうような感じの話があったんですね、だから、出馬をするということも意思表示であり、自分の伝えたいこと、党の伝え方やことを伝える術かなという気が今していまして、今回の参院選結構乱立してますね、鹿児島じゃない人も含めて、あれも多分通らないと分かってるんですね、で出てるというのがあると。で、今だからまた失礼な言い方ですけど、衆院選の時っていうのはやっぱり難しい戦いだろうなっていうのは松崎さんも分かって出馬されたではなかったですか？あの時に出た、出られたのは2区は、現職の金子増野さんでしたし、当選された、三田園聡さんでした、で私でしたが、やはり政治を変えていくのには野党共闘しかないと、特に衆議院は小選挙区ですから一等賞の人しか通れない、そういう中では野党共闘していく、ということで本気で共闘やれば勝てない選挙ではないと私は思っていました。で、出るからには当選目指して頑張るわけですから、通るためにはどうするかっていうところで作戦練っていったりとかするわけですから、ただその選挙においてはやはり日頃から皆さんのさまざまな日常の暮らしっていうのは全部政治と結びついているわけですよね、大学生が学費が高い、でそれは仕方がないことではなくて、国が教育予算をしっかりつけてないからヨーロッパでは無料なのに、日本ではそれこそ入学金という制度まであって、授業料を、国立でも1年目は70万80万必要だとか、私立はもう100万超えて必要だとか、あと日々のこの今物価上昇になってますけども、それはやっぱり、異次元の金融緩和ということで、もうどんどん日銀が、お金を出して低金利で、その結果、極度な
まあ、円安状態を作ったということだとか、まあ、あの身近なものがやっぱり全部政治と結びついていますが、なかなか日頃の暮らしの中ではあのそういう状況に対して不満とか疑問とか持ったとしても、じゃあこれを変えていくためには政治を変えていかなければっていうにはなかなか結びつきにくい。でも選挙の時とはやっぱり有権者として選挙権を持ったその一票でをどうするのかっていうところで、やっぱり誰を選ぶのか、どの政党を選ぶのかというふうな目で見ていくと、その選挙の中で訴える候補者政党の訴えっていうのの中に、やはり今の暮らしの中の日々の疑問だとか、うん、不満だとか悩みだとかっていうのが政治を変えることで解決できるっていうふうに気づく一つのきっかけにもなる。なのでそういう意味では私はたとえ通ろうと通りまいとっていうか、選択肢として日本共産党が考えている政策、今の政治に対する問題点を選挙の中で指摘し、そして有権者に選んでもらう、その選挙っていうのはこの民主主義の根幹だというかだと思いますので、そういう選挙の時に出ずに選択肢を示せないということ自体は政党として、まあ責任ある立場では言えないと思うんですよね、うん、ですからあの出るからには当選目指しますが、うん、やっぱり、当選しようとそれが難しかろうと簡単、まあ、簡単ではないでしょうけど、やはり有権者の皆さんにしっかりと政策を訴えて選択肢を提供するということはとても大事なことだと思ってます、うん、なるほど。今回の、鹿児島県議の補選に関してなんですけど、もう前職でもありますし、はい、さっきの衆院選の時と比べると十分こう当選を狙える選挙かなっていう感じですかね。あのなかなか難しいですね、うん、まあ、うん、自分自身の中でも一旦県議おしまいっていうふうにピリオドを打って、うん、で、わけです、うん、で有権者の皆さんも、あ、なんでまた出るのっていう、そういう声があります、ね、あります、あります、あのよかったっていう方もたくさんいらっしゃるんですよ。もうちょうど60で私引退しましたから、まだできると思ったのにっていう方も、だからよかったっていう方もいらっしゃるし、あ、1回目たらなんで出るのっていう方もいらっしゃる、うん、でそういう方には、まあ、今お話したような中身をこう話をするんですが、まあ、なんていうのか、有権者の皆さんっていうのはやっぱり新しいものには未知のものにこう期待っていうのがあるじゃないですか、うん、あのでも私はもう県議を経験しっていうところで、まあ、新しくはないわけですよね、うん、そういうところで有権者の皆さんの目にはどういうふうに映るのかっていうところは、あの不安の方が強いです。なので、まあ、それでもこの4期16年間で私が経験してきたこと、あとやり残したこと、やはりこれを頑張りたいっていうことでそれを懸命に訴えて、うん、皆さんにもう一回押し上げていただきたいなと思っているところです、うん、なるほど。じゃあ周りからこう担ぎ上げられて出馬をよしやるぞっていうことだったのか、松崎さんの内なるものからよし私が出るというところだと、どっちに近いですか？あの共産党の場合はですね、まあ、自ら選挙出たいので出させてくださいっていう方は、まあ、ほとんどあんまりいらっしゃるじゃないかと思います。あ、そうなんですね。はい。まあ、あのよそではなんか、議員志望ということでなんか、秘書さんから勉強したりという方もいらっしゃるみたいですけどね、うん、例えばそういうふうなのはもうほとんどなくて、それこそ職場で頑張って労働者の権利を守るために頑張っていたり、地域の中で地域を良くするために頑張っていたり、そういう活動の中で、まあ、ぜひ共産党の議員として出て世の中を良くするために頑張ってほしいという要請を受けて、分かりましたというふうな方が多いんじゃないですか、うん、結構自民党の方に話聞いたときは、うん、あの出させてくださいと、で公認くださいとこういう流れで公認に至ったっていうような
感じでしたけど、うん、やっぱりまあ党によって変わり、うん、違いますね。そうですね、うん、なるほどですね、はい、選挙カー見ました。まずはやっぱり憲法9条っていうのを、はい、平和憲法っていうのを書いてありました、はい、で他にもこう気候危機とか、はい、多分このバッジにもなってるのはジェンダー平等ですね、はい、ジェンダー平等とか、まあ、先ほどちょっと出たこう暮らしとか、はい、その憲法以外の訴えたいところをぜひお聞かせいただけると、うん、あの鹿児島の県政に少し絞ってお話をすると、私は16年間ずっと一貫して取り組んできたのが子どもの医療費の窓口の無料化なんですね、うんうん、今鹿児島の仕組みとしては病院の 窓口でかかった後その全額払う、うん、まあ、3割負担の分を全額払って2ヶ月か3ヶ月経ってから戻ってくる、うん、自己負担分を除いた分が戻ってくるという仕組みです。でこれを、まあ、の償還払いというふうに呼び方するんですけど、こういうふうな制度を取っていて、でもそれだと例えば給料日前だとか、あと例えば入院してしまったりとかすると、その分の入院費だとかも退院の時には用意しなければ退院させてもらえないわけですね。でどうせ後から戻ってくるんだから、最初からも病院の窓口で払わないように、払わなくていいようにしてほしいと。そしたら給料日前に財布の中身を心配して、今病院に行くと何千円かかって、あと給料日まで何日だから厳しくなるから、もうちょっと市販の薬、家にある薬飲ませて我慢させようとかいうふうなことにならずに、まあ、安心して行けるわけですね、病院に行けるわけですね、うん、それを一貫して取り組んできました、うん、でそれでも なかなか変わらずに、今三田園知事の時代から非課税世帯だけは窓口で払わなくていいような仕組みになったんですけど、そういうのは事務手続き上とっても病院の窓口もそうですし、保険組合の方も、まあ、面倒でも面倒なんですね。で今県下の自治体では、高校卒業まで無料にしているところがとてももう圧倒的多数になったんです。でもそこも県が償還払いという後から戻ってくる方式なので、いくら高校卒業まで自己負担ゼロで無料ですよっていうふうにしてても、一旦払って後から全額戻ってくるという仕組みなんです。で、実は国は国の予算、医療費を増やさないために窓口で無料にすると、コンビニ受診みたいに気軽に病院に行くと、うん、用もないのに、だからという理由で国保の国民健康保険の会計に国が補助金を出すのを、現物給付にしている、あ、窓口で無料にしている自治体にはペナルティといって国の補助金を減らしますよという、そういう仕組みを作っていたんですね。それがまあネックになって鹿児島も進まなかったんですが、うん、2019年に国も乳幼児の間はやっぱり早く病院に行くことが必要だっていうのを認めて、就学前までに限ってはペナルティをなくしたんです。窓口で無料にしてもそのペナルティを課すってことをなくしたので、全国で鹿児島と同じようにしているところが7件ほどあったんですが、他の6件は一斉に窓口無料にしたんです。ところが鹿児島だけ窓口負担というのを残ったままなんですね。で、なのでやっぱりこれを他の全ての県と同じように窓口で無料にするっていうのをぜひいち早くやれるようにしたいなと思ってます。なんか、どこもやったことがない、無理なんだを言ってるわけじゃなくて、他県ではやってると、そうです、こういうことを鹿児島でもやろうよという、うん、まあ、ちょっと今までのこう共産党のこう主張みたいなのと比べると現実味はありますね。ああ、そうですかですね、はい、なるほど、はい、同じようにこう弱い方の見方というところで言うと、最近ちょっとフェイスブックを見るとインボイス制度に反対、はい、あれもやはり弱者をいじめというような制度になってるんですか。そうですよね、うん、あの特にインボイスというのは、あの企業がその仕入れにかかった部分について、その業者さんが消費税を納めているという証明があれば、そこから差し引いて、
その企業が消費税を納めるというふうな仕組みを今度作ろうとしているわけですね。で、今までもみなし課税といって、そういう証明がなくてもその分除いて企業を納めていたんです。で、1000万円以下の売上が1000万円以下のところは免税業者といって消費税を納めなくていいという仕組みがある中で、その分をみなして、企業は消費税を引いて納めてたわけですけど、これをインボイスといって、その、証明をしたという、税金消費税を払ったという証明書がなければみなして差し引くってことはダメですよって仕組みにする。そうすると今免税でいる人も消費税を払わないといけなくなる。で、その人たちも原材料を買うときには消費税は全部払ってるわけですよ。で、そうなると消費税を価格に転嫁できるか転嫁できないかというところでは、全国商工会のそのアンケート調査でも中小業者ほど小さい業者ほど価格に転嫁できないと、で、そう答えてるんですね。そうなると未然に起きて消費税を払ってそのインボイスをもらうかも、そう未然に起きる余裕がないと、そしたらその的確インボイスが出さなければ証明が出さなければ企業との取引はもうしてもらえないってことになる、取引から排除されてしまう。どっちかの選択しかないわけですね。本当に地域を作っているのは中小零細業者さんです。国も鹿児島県も 99% 中小零細業者の皆さんのが占めている。そういう人たちを商売ができなくなる、仕事ができなくなるしてしまうのがインボイス制度なので、日本共産党は消費税は直ちに 5% に引き下げる、それとインボイス制度は来年の10月から導入予定ましたが、それを中止をさせる、それを掲げています、政策。なるほどですね。まあ、弱者にとって、まあ、変わらないことはあっても良くなることはあんまりないのかなと、はい、ないです、うん、悪くなることを危惧して、はいはい、ということですね。気候危機とジェンダー平等についてももしあれば、はいはい、気候危機打開はもうこれは待ったなしの課題だと思うんですね。で、CO2 の削減について日本はそれでも石炭火力を使おうとしている、新たな火力発電所を作ろうとしている、まあ、世界でも化石賞を取る、そういう不名誉な状態です。やっぱりこれを未来のこの人類を守っていく、地球を守っていくためにも気候危機打開に本気で取り組んでいく、原発も環境破壊の最たるものですから、原発をなくして再生可能エネルギーで、それも大型の風力とか、メガソーラで環境を破壊するのではなくて、地域の住民と一緒に地域の中でエネルギーを作っていく、そういうふうに切り替えていかないといけないなと思います。で、ジェンダー平等社会というのは皆さん、いつの間にかっていうか多くの皆さんがやっぱり女として男として、男らしく女らしくという今固定概念というか、それにとらわれた生き方を無意識のうちにされてきていると思うんですよね。男だったらメスメス泣くなだとか、頑張って家族養っていかないといけないんじゃないかみたいな。で、そうではなくて、男性女性っていう性のあり方もはっきり線が引かれているわけではなくて、グラデーション多様です。ですから自分が何を着るのか、自分が誰を好きになるのか、誰と生きるのか、どう生きるのかっていうのは自分で決めていく。で、それをそういう多様性を認め合う社会、そういうのを目指したいと思います。鹿児島市は今年からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。その前に指宿市も導入してますが、これはやっぱり県下の全ての自治体で導入していく、そのこともやりたいと思いますね。なるほどですね。
さすがだなと思ったのは、気候危機の時に話をされてて、よし次は原発、じゃあ原発ダメですかとか質問しようと思ったら全てこう止めて、原発もダメです、で、風力発電とかはって次準備してたら風力発電も、山を切り崩して作るのだと意味ないですと。風力発電って今実際にそういった例があるわけですかね。風力発電でしょ、山を削ってっていうの、例えばあの志比山の方とか、伊佐市の方だとか、あと八重山とか、あと、吹上浜とかに風力発電をやろうということで、業者の人たちがあの環境影響評価、まだあの方法書事業者の段階ですけども、そういうことをあのやろうとしていることが各地で進んでいて、住民の皆さんはやっぱり山を削れば、今まで木がそこの山を守っていた、それが今のそれこそ、異常気象の中で大雨が降ったりとかする、崖崩れが起きるんじゃないかとか、あと風力だったらそれこそ渡り鳥がバードストライク当たって、危険じゃないかだとか、そういうことも含めて反対運動が起きています。あの本当に日本は残念なんですけども、企業の儲けが最優先ですから、原発にもその原発を作る維持する運転していくために大企業がその利益に群がっていているわけですね。ただ今度はあの再生可能エネルギーが大事だっていうふうに、普及しようって言ったら、今度は再生可能エネルギーの方にまた大企業が来て、それこそ山を買ってもソーラーパネルを全部埋めてしまって埋め尽くしてとか、これまたあの雨で土砂崩れが起きたりとかしてるわけですけど、まあ儲けのためなのか環境を壊すことで、住民の安心安全な暮らしを壊すことも、まあ、へっちゃらっていうか儲けの方が優先される、本当にそういう今日本の社会ですから、やっぱここにはやっぱりストップをかけないといけないなと思いますね。なるほど。今この話がすごくあの日本共産党っていうのをよく表している話だなと思うのが、気候変動問題だよねと、これ問題ないっていう人はあんまりいないと思うんですよね、問題だよねと。じゃあ原発だったら化石燃料使わないでしょと。そしたら日本共産党は、いや原発はやっぱりまだまだ未来永劫問題を残すものだから、ダメですよと。ああそうか、ダメかと。じゃあ風力発電ならいいだろうと、風力発電って言って風力発電やるよと言っても、いや山を切り崩すからダメだよと、とかこうしようこうしようって言ってるのに、ダメダメダメじゃないかと、多分そこが日本共産党の一番こう受ける批判の根底にあるのかなと思うんですね。もしかしたら日本共産党としても、いやちゃんと何も自然破壊しないところに作ればいいだけの話なのに、なんでそんなあの中途半端な案を出すのと言われるかもしれないんですけど、具体的に県議ですから、鹿児島県の中でここに大規模ソーラーパネルを敷けばいいじゃないのとか、そういう具体案がもしあれば、そのだいたい規模が大きければいいという、効率的だとかいうの自体がそうではないと、いうふうに思うんですね。で、あの、自然と共生ができる形、今全国で進んで、進められている一つの方法として、農業とその再生可能エネルギーの発電を一緒にやる、農地の上に太陽光のパネルをあの並べて両方光も得ながらやるっていうのもありますし、日本の場合は小水力、あの川が、まあ、あの山から平地までっていうか、あのであの川がたくさん小さい川がある、でその小さい川水路に水力発電、小水力の小さい発電の機械をつけていくとか、あとヨーロッパで進められているのはゾーニングっていって、ここはそういうここは住民の暮らしがあの住んでるとこたくさん住んでるので、ここには作らない、でここは作る
というふうにゾーニングを住民と一緒に決めて、で発電自体に住民が加わるんですね。その日本みたいになんとか株式会社とかなんとかという、 こう大きい企業が来て住民の暮らしと関係なく開発してそこに作って、住民は被害を被るだけというやり方ではなくて、ヨーロッパで進んでいるのはゾーニングも住民と相談してやりながら、その発電の会社自体に住民も加わっていく、地域で一緒にエネルギーを作っていくという仕組みが作られているんですね。鹿児島でもそういう努力をしている企業が生まれてはきていますが、ですから本当にこう再エネに切り替えていかないといけないっていうのはもう明確 でどうやったら住民の暮らしと環境と共存しながらやっていけるのかっていうところに、やはり公の行政も民間も住民も一緒に加わりながら共同の作業っていうのができたらと思いますね。なるほどですね。我々が政権を取ったらやる方法あるんだよと。でも多分ある程度のこう使う電力とかのダイエットは必要になってくると、うん、はい、そうですそうです、ということですね。そうですよね。ということは経済発展、経済大国日本ともう言われてないですけど、うん、もうそこの経済を追いかけるっていう他国に勝っていこうというところは一方でもう諦めてもいいんじゃないのというのもあるんですか。ですね、日本の場合は経済的な発展というのが国民の暮らしを豊かにしてないんですね。企業の儲けで貯め込まれている、うん、466兆円も企業は貯め込んでるわけですから、そういうところに貯め込む形の、まあ、経済的な発展になっているわけで、そうではなくて、その例えば、再エネ省エネの、気候変動にこれにどう解決するかという、その地域で作っていく会社だとか小さい企業が頑張ったりだとか、ジェンダー平等もそうですけども、働く人たちを大事にしていって、そういう、 こう経済を作っていく、それは例えば省エネしていこうだとか、していくと経済が小さくなっていくんではなくて、省エネ、あと再エネを発展させていくためのまた経済活動っていうのが起きてくるわけで、それは今は発展してもその大儲けが大企業が吸い上げている、その分をなくしていって、その吸い上げている分はちゃんと税金でもって還元をさせて、で、地域を元気にしていく、そういう中小業者を守って新しい、また開発を行ってという、そういう循環をしていくことが国民の暮らしも豊かにしていく、そういう経済発展に結びつくというふうに思います、うん、なるほどですね。ということは、まあどこまで行っても、経済発展もちゃんとできるし、そういう環境にも時代に即して環境にもいいしという道があるんだというところなんですね。わかりました。で次、ジェンダー平等についても語っていただきましたけど、はいはい、ジェンダー平等でここのインタビューで一番こう言われてたのが立憲民主党の柳聖子さん、うんうん、はい、柳聖子さんの息子さんが、うん、はい、LGBT、うん、で国政に行って、うん、ぜひそういったことにも取り組みたいとおっしゃってて、うん、はい、で、今回山口さんが出馬を降りて、うん、柳聖子さんを、はい、日本共産党鹿児島としては、うん、応援するとこういうような形になっておりますよね、はい、うん、参議院議員選挙で日本共産党を降りたと、うん、で一本化したと、うん、言うからにはこの損得感情で動く私からすると、うん、そのじゃあ見返りは何なのと思っちゃうんですねというところで言うと、じゃあ県議選は松崎誠さんを応援しましょうよとか、うん、そういった話は、それはないですね。ないんですか。ないですね。それも言えばよかったまあ国政選挙は、うん、
やはり選挙区、小選挙区、参議院も全県で1人選ぶ、衆議院選挙も選挙区たくさんあって小選挙区で1人選ぶ、選挙の中でやっぱり一等賞を取らないと国会には上がれないという中では野党は共闘するしかないわけですね。で共闘するわけです。でその見返りはっていうところでは、もうこの間、今回2015年の安保法制から、野党共闘が始まったんですが、4回目の選挙になります。でその時に一番最初の選挙の時には共闘、まだしたことない共闘に共産党が踏み出すっていうので、それこそ話し合いもなかなかうまくいかなくって、自ら候補者を話し合いはできてなくてももう下ろして、候補者、野党が一人の候補者で戦うっていう選択をしてきた時代もありました。で見返りは民主主義だというふうに、あれは、小池晃書記局長が言ったんですかね、そういうふうに言っていました。自分たちのところに直接何かじゃあ下ろしたからといって何かこうお礼が来るわけではないが、見返りは民主主義で本当に今の政治を良くしていく、そういうことなんだって言ってました。で今回も、同日選挙ですから片方は参議院に出る、で共産党は下ろす、ただ県議選は、共産党が出すっていうことであれば、聞かれます、なんか話し合いがあったんですかとかありますけど、地方議会は政治変革、国政の政治変革とは直接は結びつかないので、もうそれぞれの政党がしのぎを削る、そういう選挙です。で私たちは どこかと、約束してっていうふうにすることは地方選挙ではもうほとんどない。なるほど。首長選挙では一緒にやりますけどね、市長選挙、知事選挙っていうところでは候補者を一緒に立ててっていう努力はしますが、はい、なのでそれはないですね。なるほど。そういうのはなくで、今日本共産党が訴えているのは、選挙区は柳聖子さんへ、比例は日本共産党へ、はい、鹿児島県議補選は松崎誠さんへと、はい、こういうことで、はい、これは別にリンクしてる話じゃないよというところですかね、うん、そうですね、そういうふうに選んでいただくことで、国の悪政もストップさせることができるし、その国の悪政から県民の暮らしを守っていく、そういう力にすることができるということですね。なるほどですね。今県議の方と県議補選の方にも同じ質問を一つだけしてるんですが、ドルフィンポート跡地の問題についてどうお考えですかっていうのをお聞きしてるんですが、松崎さんが、県議になったらそれに取り組まれることもあろうかと思うんですけど、当選する前ですから個人的にドルフィンポート跡地の、今体育館っていうのが一番有力ですよね、どうお考えですか。私は海が好きで、それこそ学生時代は与次郎のところに授業が空いている時、時々授業もサボって海をこう眺めて、桜島をこう眺めて、イルカがこう、近郊湾にはイルカがいるんだっていうのも発見したりとか、そういう学生時代を送ってきましたが、ドルフィンポートっていうのは市街の、市街地から本当に海をこう隔てて桜島を眺められる、そういう場所ですから、前に、ドルフィンポートという建物、施設を県が作るって言った時も、本当にそれが県民にとって必要なのかっていうふうに、疑問投げかけながら論戦した覚えがあるんですけど、私は何もなくて県民が市民があそこの広場で憩う、そういう場があっていいんじゃないかなっていうふうに思います。で体育館は今ある鴨池の体育館っていうのが老朽化してるってところでずっと議論してきました。
新体操、体操の体操だったかなの競技の時も、長さが足りないので、跳馬ですかね、あの倉庫の中から助走していかないといけないんだという話も聞いたこともあって、で私も何回かあの調査にも行きましたけど、まあ、施設も古くなってて、やはりああいうスポーツ施設としては、まあ、建て替えというのは必要なのかなっていうふうに思っていて、それを新しくすることには反対の立場は取ってきませんでしたが、その後に出てきたいろんなあのアリーナ構想というか、伊藤知事の時代にはスーパーアリーナを作るんだというふうに言って、レディー・ガガが来れるような施設を作ろうというのも知事がぶち上げたことがあったんですけども、本当に県民が、いろんな人が気軽に利用できて豊かにスポーツを楽しめる、借りるのにも高い費用じゃなくて気軽に楽しめる公のそういう体育館が作るならば、まあその経費はかかってもそれは必要じゃないかと、なんかすごい豪華な、年に1回2回あるかないかのようなこうすごいなんか、呼んでそういう集客のそういう場としてのではなくて、県民にとってスポーツをする人にとって安くて気軽にそしてこう充実してこう使えるそういう施設であるべきだというふうに思っていますので、まあどこがいいのか、あそこの場所に本当にそういうどういう施設を作るのか、その中身とか規模とかっていうのが無駄に豪華なものとならないような形でしっかり見ていかないといけないなと思っています。なるほどですね。利用者に安くで借りれるようなものをとなってくると、やはりその体育館単体で、収支は取れないっていうのはもう当然なことなんですかね、それよりもその体育館で全国大会とかができるから県外から来て天文館でお金を落とすとか、総合的に見たらその施設ができたことでプラスになればいいよねと、ここはやっぱり赤字っていうのはそれは致し方ないよねと、まあ、公の施設、まあ、県営だったり市営だったりとか施設がありますよね、その儲けは目的じゃないわけですから、公の施設っていうのは民間が何か建物を建てれば、まあ、この資本主義の中ですから儲けを上げないといけない、費用対効果というのが出てくるわけですね。で公の施設っていうのは、まあ、全く費用対効果なしに赤字をいっぱい作っていくっていうようなのは、これもいかがかと思います。県庁舎は647億円の豪華な庁舎で、あんなに18階建てにしなくったら、もっと中にある吹き抜け の空洞にしなかったらもっと低くて、エレベーター台もなかからずに簡素な建物で十分だったんじゃないかというふうに思ったりするわけですけど、ですからやっぱり用途と、目的に合った形での、まあ、適正な、規模内容の施設であるべきだと。で、そうしてその儲けなくていいわけですから、図書館で私立図書館県立図書館では儲けは生み出しませんよね。そこはやっぱりいかに市民県民にいろんな文学文化そういう芸術そういう分野に触れていただくか利用していただくかっていうところが目的なわけですから、そういう意味ではその目的に合った形での、施設が必要だというふうに思います。なるほど。というわけでですね、県民交流センターで200人ぐらいの、はい、講演会をして、で200人集まったんです、5000円で、で会場費、もうあんまり言えないんですけど2万円ぐらいしかかかってないんですね、っていうのは、まあ、結構あるべき姿
どうお考えですか、県民交流センターっていうのは安くで県民の方が使えると、はい、で別に儲けじゃないからと、県民交流センター自体、まあ、県庁が鴨池に移ったっていうところで鴨町の皆さんはそれに代わる施設が欲しいということを要望されたんですね。でも工事こう幕が張られてこう工事があってて幕がこう、外れて姿を現したらあんなこう石造りみたいな豪華な豪華というかその道挟んで向かい側に裁判所がありますけども、はい、裁判所は非常に簡素な造りになってますよね、うん、反対者だよと思うぐらいの、うん、簡素な造りに裁判所はなっていて、で県民交流センターは重々しい造りになってるわけですよ。で鑑町の皆さんもやはり県庁に代わるそういう皆さんが行き来をして賑わいが作れるような施設を作ってほしいと要望されてましたけど、あそこまで豪華なものにする必要はなかったんだというふうに言われてる。でそう私も思うわけですね。であそこはその後、あれができる頃にっていうか、財政が厳しいから財政の在り方を見直そうというのが方針が作られたんですね。でその作ってる最中にあの建物はもう発注して工事ができてましたから、で周りの植え込みっていうのはあの建物に比べると非常に簡素じゃないですか。芝が張ってあって木が何本かあるかだけだから、まあアンバランスみたいな感じですけども、その財政の在り方の見直しが外交庭の部分については見直しがされたんです。ですから予算を落とした形で、ただ建物自体は豪華な豪華なっていうかバブルの延長っていうかその時期の箱物作りが盛んな豪華な箱物を作るという延長の、まあ、最後の時代に作られたっていうかです。なので、もっと本当は簡素なもので良かったんじゃないかと。であそこやはり今いろんな、市民県民の皆さんがいろんな活動をされていく中でやっぱり気軽に借りて、借りれる会場会議室だとかそういう場が少ないと、いろんな催し物をやりたいけどもないというふうな声がある中で、やっぱり、私はまだ県民交流センターは駐車場が高いので駐車場をもっと安くすべきだというふうに言ってるんですけど、少しでも気軽にいろんな活動に取り組めるそういう施設っていうのがそういうあり方があるべきだと思います、うん、ありがとうございます。では最後に、はい、今塩田知事になられてからは当然県議をされていないと、はい、いうことで今県議になったらどうですかね。三田園さんの時よりはやりやすそうですかねよくわかんないですね。塩田知事さん、あんまり面識はないですか。ほとんどないですね、周りから聞くところによるととか、まあ、そうですね、伊藤知事が非常にある面ワンマンで、でもやっぱり地方政治が長けておられたっていうところで、まあ、強引だったりとか、して、でその後の三田園知事はもうパフォーマーで、自分が、まあ、目立つことが一番最優先でっていう感じで、それに比べると非常に塩田知事は、まあ、地味で、まあ、何を考えておられるのかはなかなか見えにくいというか聞こえてこないというか、な感じだと思いますね。なんですけど、まあ、国の官僚出身ですから、そういう意味ではやはり今国の私に言わせれば悪政、平和と国民の暮らしを壊していく政治が強まっていく中で、それから県民の暮らしをどう守っていくかというところで、おかしいのはおかしいとやっぱ国にはっきりとこう言っていただきたい、そういう知事であってほしいというふうに思いますので、そういう面ではそういう立場役割を県議会で知事に迫っていければなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい。
では最後に、視聴者の方に今回の県議補選への意気込みを お伝えください。はい、いよいよもう間近に迫りました。私はこれまでの4期16年間の県議としての県議時代、そして国政の候補者としての時代、県下さまざまなところを回って皆さんの声を伺ってきました。やっぱりその皆さんの日々の暮らしの悩みとか不満だとか願いだとか、それをしっかりと県政に届けていく、その役割を果たしたいと思っています。ぜひ皆さんの政治を変えたい、暮らしを良くしたい、そういう願いを私に託していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日のゲストは日本共産党で今回の鹿児島県議補選に出馬されます増崎誠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。